日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は焼肉について。皆さんこんにちは。日本語コンテペイの時間ですね。よろしくお願いします。自然な日本語をたくさん聞いてください、ね、たくさんたくさん聞いてくださいね。繰り返し繰り返し今日も始めたいと思います。今日のトピックは焼肉ですね。焼肉知ってますか？美味しいですよ。ベジタリアンの方はちょっと申し訳ないですけど、ちょっと今日は肉の話ですね。肉、焼肉というのは、まあ、ステーキのようなもんですけど、ちょっと小さいですね。小さく肉を切ってカットして焼きます。もともとは韓国料理ですよね、韓国の食べ物ですが、日本でもかなり、人気ですね。韓国式と少し違いますね。韓国式の焼肉はまあレタスのようなもので、まあ、レタスですね。で巻いて、肉をね巻いて、そこにコチュジャン、辛い味噌ですね、入れてキムチとかと一緒に食べる。日本では普通ですね。まあご飯と一緒に食べますね。ご飯と一緒に食べる。まあもちろん韓国でもご飯と一緒に食べると思うんですけど、日本にはいろいろなね焼肉があります。でまあもちろん豚肉、あじゃないもちろん牛肉ですね。牛肉は基本です。普通牛肉。そして、豚肉とか鶏肉もまあたまに食べるけど、まあ基本的にはね、ベースカリーですね、基本的には牛肉です。で日本ではほとんどの人はですね、外国人の人はやっぱり日本人は寿司が一番好きなんだろうね、そう思うかもしれない。もちろんね僕は寿司が大好きです。でも多分日本人が一番好きな食べ物とたくさんの人に聞けば、おそらく多分ね、おそらくというのは多分焼肉が一番に来るんじゃないのかなっていうぐらい焼肉が好きな人が多いですね。僕も焼肉は好きです。たくさんは食べないけど好きです。なぜ僕はステーキよりも焼肉の方が好き、なぜかというと、焼肉は食べたいだけ、食べる分だけを焼いてすぐ食べるんですよね。ステーキは結構大きい肉の量の肉をですね、焼いてそれをまあ後でゆっくり食べるんですけど、ステーキはやっぱり少しずつ冷たくなっていきますよね。でも焼肉だったら焼きながらね、食べて焼いて、食べて焼いて、一口食べてまた焼いて、1枚ずつ肉をね少しずつ焼きながら食べるので、熱い肉が食べることができる、ね、なので焼肉が好きな日本人が多いですね。皆さんも日本式のね焼肉食べたことありますか？もしないんだったら今度日本に来た時にぜひ試してみてください。寿司ももちろん美味しいですけど、焼肉も美味しいです。それではまた皆さん、バイ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 。